皆さんこんにちは、こんばんは。レトロゲームゆっくり実況、始まるよ。タイトル画面から感じられる大作の予感。ほんとタイトルのイラストは神がかってるんだがな。本日プレイするレトロゲームは、プレイステーションで発売されたノットトレジャーハンター。私はジェームズ・アークライト・レイム。マリサ君には助手になってもらおうかしら。名前がもう大渋滞ですよ。1920年、イギリス、ロンドン、ジェームズ・アークライト邸。いや、どんな宮殿に住んでるの、ジェームズ・アークライト・レイムさん。その日届いた手紙の中に、一通だけ、宛名のないものが紛れ込んでいた。封の開いているその古びた手紙には、古代文明の遺産が眠るという、神秘の洞窟の場所が書かれていた。その情報をもとに調査したところ、そこに地元民から、得体の知れない怪物の住処として恐れられている洞窟があるようだ。それが手紙に書かれている神秘の洞窟かもしれない。私は迷い込んだ手紙に操られるように、神秘の洞窟に向かった。私はジェームズ・アークライト。古代文明に興味を持ち、その謎を解くために様々な遺跡を旅している。世の中には遺跡や古い墓を漁っては貴重な古代の宝を持ち帰り、それで金儲けをしている者がいる。そんな学術的な価値を無視するトレジャーハンターと同じに見られるが、私の目的は純粋に古代の神秘の探求にある。間違わないでほしい。そう、間違わないでほしい。大事なことなので二度言いましたね。洞窟に足を踏み入れてしまった霊夢先生、まさかここで恐ろしい米で出来事が待っているとは夢にも思わないで。よし、それじゃあ帰りましょう。先生、全く古代の神秘を探求する気がないんだが。まあまあまあ、そう焦っても仕方ないわ。ここはのんびり近くの町で情報収集しましょうよ。しかし、一度入ったものをやすやすと逃がすほどこの洞窟は甘くない。いやいやいや、矢のバランスがおかしすぎるだろ。何者かの手によって泣き物にされたジェームズ。まだ始まって数秒しか経ってませんよ。彼が無事に脱出するにはこの洞窟の謎を解くしかない。このジェームズ・アークライト・レイムは神秘を探求するノットトレジャーハンター。洞窟の最初からリスタートですね。探索のためフィジカル面もそれなりに鍛えているわ。いや、むっちゃカクカクなモーションですよね。そんな足上げて走るキャラ初めて見ましたよ。当然戦闘にも自信があるわ。この豪快なパンチを見てみなさい。子供の分回し攻撃みたいですね。ここは道の洞窟。もたもたしていたら洞窟の化け物に感づかれたようね。まさか二足歩行のリザードマンなんているとは。とても人間が勝てる相手ではありませんよ。この飛行のハイキックを食らいなさい。本当に強かったの霊夢先生。早すぎてまるで当たり判定がおかしいように見えますよ。いやーそうか、一般人には見えないか。リザードマンの顎にジャストヒットしてたんだけどな。そう、私はノットトレジャーハンター。化け物を倒したくらいでは浮かれないわ。石の扉が開いていく。やはりここには道の文明があったようですね。昔のトレジャーハンターのミイラか。私は神秘を探求する者、宝を売りさばくトレジャーハンターを心よく思わないわ。そしてそっと手帳を抜き取るんですね。情報はありがたく使わせてもらうわ。海賊キャプテンゴールド、悪名高きゴールドは7つの海を股にかける海賊である。ある貨物船を襲った時の捕虜から秘宝エレノアについて知る。手にした者に富と栄光を与える小箱エレノア。ゴールドがそれを放っておくはずもなかった。ゴールドは長年にわたりエレノアを探し、ついにそのありかを突き止めた。エレノアは東の島国の4つの国の1つの山にあった。はい、わかりづらい。ゴールドとその手下たちはその島に乗り込み、見事にエレノアを奪った。その後ゴールドを見た者はいない。一説にはエレノアの怒りに触れ全員呪い殺されたのだと言われている。エレノア強奪の後悔からのゴールドの行方についての長年の調査によると、ゴールドの海賊船は隠れ家の一つに戻ったのではないかと思われる。ゴールドほどの海賊ならば隠れ家は数知れぬほどあったに違いない。一般に知られてしまっている隠れ家にはエレノアは発見されなかったので、それ以外のまだ知られていない隠れ家にゴールドは戻ったのではないか。その後姿を見た者がいないのであれば、そこで何が起こったのか。ひょっとしたらこの洞窟がゴールドの知られていない隠れ家かもしれません。はい、起きたー。そんな唐突になくなるのこのゲーム。気をつけなさいマリサ、これが神秘の洞窟の恐ろしさよ。いや、真っ先に落ちていったの霊夢先生ですけどね。ここは慎重に壁際を歩いていきましょう。先を急ぐジェームズ・アークライト・レイム。しかし神秘の洞窟は侵入者を許さない。突如現れたのはありえないサイズのオーグモ。とても人間では太刀打ちできない化け物がジェームズ・アークライト・レイムに襲いかかる。はい、飛行のハイキック。その攻撃ぶっ壊れレベルに強すぎだろ。もうクモ君の方が困ってますよ。私は数々の遺跡を探索してきたノットトレジャーハンター。この程度の化け物では私を止められないわ。いや、あなたただの考古学者ですよね。一見行き止まりに見えるこの壁、しかし私の
洞察力はごまかされないわ。むっちゃ浮き上がってますよね、その岩。私は恐る恐る壁のボタンを押した。そんな衝撃的な SE 鳴らす場面だったの？この隠された扉の奥に何が待ち受けているのか。ノットトレジャーハンターの使命が私の足を進める。開けた場所に出ると、そこには一面の湖があった。奥の方は暗くてよく見えないが、これが海に繋がっているとなると、海賊の隠れ家というのも頷けるな。私は慎重な足取りで辺りを調査した。そこで驚くべきものを見つけてしまったのだ。いや、ロードが遅いせいか棒立ちに戻ってますよ。あのマーク、これは海賊船のようですね。私たちはあのキャプテンゴールドの隠れ家を見つけてしまったのね。さすが先生、はしごの登り方も面白いですね。洞窟に隠されていたおかげか、船はそれほど劣化していないようね。船内も調べてみ、これ閉じ込められちゃったんじゃないですか。いや、ちょっと待って、あの小箱はひょっとして。それはわしのものだ。むっちゃ着込んでいる骸骨が出てきたわね。しっかり鍵フックまでしてますよ。ゴールドだな、なぜまだ生きている。箱から出た光に部下たちは皆やられたが、苦労して手に入れた宝、わしは死ねん。わしはこの宝を誰にも渡さん。つまり根性で生き残ってたんですね。わしのエレノアだ、私はせん。待ってくれ、話し合おうじゃないか。何もエレノアを盗もうとかそういったことじゃなくて、エレノアをもらった。どうやら頭は良くないようだな。汚いですよ、ジェームズ・アークライト・レイム。戦いとは常に相手の裏をかくものよ。いや、むっちゃ小物みたいなセリフ言ってましたけど。私はノット・トレジャー・ハンター。当然、剣術もたしなんでいるわ。もう横投げしかしてないですけどね。しかし相手はあの悪名高きキャプテン・ゴールドです。そんな情けない攻撃にやられんの、キャプテン・ゴールド。お前どうやってこれまで役立つしてきたんだよ。この小箱が秘宝エレノア。お宝さえ見つければこんなところに用はないわ。言ってることまるっきりトレジャー・ハンターですね。さて他の選択肢も見ておきましょう。出た！どんだけビビってんだよ。箱の罠で死んだ部下たちのように。お前もここで死体になれ。宝は死体に囲まれてこそ価値がある。なんという暴論なのかしら。ここはこの一言を言わせてもらうわ。助けてください。おい、ここの番人になるというのなら助けてやる。これまた無茶ぶりをしてきたな。わかりました、何でも言うことを聞きます。そんな良い声で何言ってんの。ではここを守っておけ。ただし死者となってだ。うわ、はい、あれだけ茶番をやらせておいて、話し合いでは解決しないのね。さて、私は船の逆側にもはしごがあることに気づいてしまった。神秘を探求するジェームズ・アークライト・レイムとしては、こちらの道も調査せずにはいられないわ。はい、ここ一番の発声料いただきました。まさか私以外にも人がいるなんて。今助ける。お前その手に持ってるもん使わないんかい。リガードマン君寂しそうに返していくよ。ありがとうございます。どうしてこんな危険なところに。薬草狩りをしていたんですけど、何かの穴に落ちちゃって、そしたら水の中からさっきのトカゲが。私はリサ、この洞窟の出口までご一緒してもいいですか。彼女は偶然洞窟に迷い込んでしまったのか。このような危険な場所にご婦人を置き去りにするなど紳士の名折れ。出口までご一緒いたしましょう。ありがとう。そう、私といえば紳士、紳士といえば私。彼女を無事出口まで送り届けること。出口だわ。いや、人とかどう曲がっただけですよ。意外と近くに出口があったのね。また彼女の叫び声が。外にリガードマンでもいたのかしら。待っていたぞ。その声はもしかして。ご苦労だったな。さ、秘宝を渡してもらおうか。この女と交換だ。人のものを横取りしようとは育ちの悪さがうかがえるな、カルミス。何とでも言ってくれて結構。助けて。人質を前にして究極の決断を強いられるジェームズ・アークライト・レイム。果たしてこの窮地を脱することができるのか。仕方がない、その娘には関係ない。話してやってくれ。悔しいけど人の命には変えられないわ。かわいそうだな、死んでもない。いや、見逃してくれないんかい。まさか奴がここまで非情だなんて。相変わらず汚い手口だな。不意打ちでエレノアを奪った人には言われたくないでしょうね。寝言は天国でいいな。
カルミスの手にエレノアが渡った時、突如大地が激しく震え出した。あんたらワシャワシャしすぎでしょ。どうやら形勢逆転のようだな。ふふ、私の狙い通りね。ジェームズ、この辺りは地震が多いようだ。運が悪かったな。クソ、ジェームズ、覚えていろ。はい、出番が終わったらそそくさと吐けていきますね。さあ、町まで送ろう。はい。私はエレノアをイギリスに持ち帰った。また一つ古代文明の未知の部分が明らかになるだろう。さあ、次なる冒険が私を呼んでいる。はい、良いお声で締めていただきました。これで終わりなの？何もドキドキしない展開だったんだが、選択肢によって全く別の展開をするのがノットトレジャーハンター。次はリサを疑うルートを見てみましょう。私は気づいてしまった。薬草狩りにしては服装が怪しいことを。スーツ着てるやつに言われたくない。私も出口に向かうところです。出口までご一緒いたしましょう。ありがとう。さて、今回も出口に向かうと、彼女はカルミスに捕まっていた。君と交換にエレノアは渡せないな。この女はどうなってもいいんだな。さあ、どうしようか。助けて、お願い。やはり彼女はどこか怪しいわ。一旦様子を見ることにしましょう。はい、先生はとりあえず身構えてみた。渡さないつもりか。手荒なことは嫌いだが仕方がない。やれ。いやー、まさかのリサのセクシーショット。あの黒服なんて早技なの。仕方がない。その娘には関係ない。話してやってくれ。紳士たるもの、婦女があのような目に遭うのは耐えられないわ。仕方がない、エレノアを渡しましょう。かわいそうだが死んでもらう。リサだけでも助けてやってくれ。リサを殺すつもりはない。リサは我々の仲間だからな。へ、まあ確かにリサにはや。もう銃を構えとる。ごめんね。今までのやりとり全部茶番ですから。死ね。はい、今回は全く容赦がないみたいですね。さあ、今度はリサを信じて箱を渡す選択。持ってこい、リサ。はい。はい、良いお返事ですね。リサ、まだ気づかないのか。リサは我々の仲間だ。ごめんね。まだ気づかないのは貴様も同じだ。エレノアの中身をよく見てみろ。素直さんかよ、カルミス。目が。騙したな、ジェームズ。覚えていろ。後ろのクロックサングラスしてますよね。お互い様だ。このセリフだけ聞くとまるで名シーン。私はエレノアをイギリスに持ち帰った。次はリサの嘘をカンパするルートね。お芝居はそれまでだ。どうしたの急に。何のこと。君は薬草狩りに来て穴に落ちたと言っているが、どう見ても薬草を取りに山に来る服装じゃない。それに薬草も持っていない。そして君がなぜエレノアという名前を知っているんだ。いや、全然山に来る服装じゃねえよ。見破ったか。さすがはジェームズだが、こう包囲されていては逃げ道はないぞ。エレノアを渡せ。私にいい作戦があるわ。わかればいいのだよ。取ってこい、リサ。近くに来たリサを盾にして脱出の突破口にしましょう。いや、紳士のたしなみはどこ行ったの、霊夢先生。武器を捨てろ。リサがどうなってもいいのか。もう刺さってるよね、そのサーベル。カルミス様、役立たずな。あの、なんてこと。盾にしたやつのセリフじゃないですね。お前も死ね。カルミスは非常な一面を持っているようだな。撤退するときはいつもお茶目なやつなんだけどね。もう私は騙されない。私はすでにリサが敵の手先だと見抜いているわ。ここで取るべき行動は一つ。共に女性を攻撃する。私も仲間に入れてください。誰だよこのセリフ考えたやつ。そして思考のハイキック。おや、おやじゃねえよ、何言わせてんの。海賊船に乗り込む前にもたもたしていると、カルミスたちが先にエレノアを奪っているルートもあるわ。違法エレノアは確かにいただいた。君は骨折り損というわけだ。それは古代文明の貴重な遺産だ。貴様の勝手にはさせないぞ。さらばだ、相手をしてやれ。
なんとこのルートではカルミスの取り巻きである黒服たちと戦うことができます。聖愛家ハンター協会の方ですか。いかに鍛えられた部下であろうとも私のハイキックの敵ではないわ。本当に考古学者ですよね、ジェームズ・アークライト・レイム。さてこの神秘の洞窟には全く別のお宝も隠されているわ。入り口のリザードマンも随分と久しぶりだな。ここはノットトレジャーハンターとしての勇気が試される。奴に向かって全力でダッシュをし、そのまま横を通り過ぎる。この私の勇敢さに恐れをののいたのか、リザードマンはそのまま崖に落ちている。いや、そうはならないだろう。昔のトレジャーハンターのミイラか。私は神秘を探求するもの。トレジャーハンターの遺体には何の感情も起こらないわ。はい、そう言いつつ手帳とナイフをくすねていくんですね。マヤの墳墓には様々な仕掛けが用意されている。ここにマヤの古文書の写しを記す。宝石の道を抜けよ、さもなくば無数の怒りも受けるであろう。次の自らの力が試されるまでは武器の力を借りる者は立ちどころに消される。灰の間で悪魔との契約の儀式を行い、不死身の力を得る道具を手にする。注意せよ、それはモロハの剣である。聖なる刃は悪を断つ。灰には紫の液体が満たされているな。マヤの謎とはノットトレジャーハンターの血が騒ぐわね。いや、ここメキシコ付近だったんかい。洞窟を進んでいくと謎の女性がリザードマン、それバーチャのサマーソルト。まさかこの洞窟に先客がいたなんて。大したものですね。私はジェームズ・アークライト、古代の神秘を探求するものです。そう、私はトレジャーハンターのジェミー。一人で困っていたの。この洞窟についての情報をあげるからボディーガードになってくれない？どうします、相手はあのトレジャーハンターです。こんな危険なところで女性を一人にはできないな。私は紳士のつもりです。一緒に行動しましょう。ありがとう。私の知っている情報は4つの選択では心を選べというものよ。いや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 、トレジャーハンター嫌いはどうしたんですか。今のところただの女性好きですよ。ふふ。甘いわね、マリサ君。彼女の戦闘力は先ほど見た通りよ。神秘の洞窟には危険なモンスターがたくさん出てくるわ。彼女に戦ってもらえば私の生存率もぐっと上がるはずよ。いや、ジェミーは全く戦う気がないですね。もう後ろで棒立ちしてますよ。お前ここに何しに来たのよ、ジェミー。逆に異様に使われてますね。まさか一切手伝う素振りを見せないとはね。さあ、大雲は倒したわ。先へ進みましょう。神秘の洞窟は摩訶不思議な洞窟。探索者のこれまでの行為で行き先が変化するぞ。今回は巨大な湖ではなく、マヤの遺跡に続いているようね。まるで侵入者を招き寄せるように、重苦しい石扉が開く。この先は古代マヤの遺跡だ。恐ろしいトラップがジェームズ・アークライト・レイチョ。これドラゴンボールの罠でしょ。4つの選択では心を選べ、だわ。心といえば、ハートよ。地面にはびっしりと模様が描かれているな。なるほど、ハートの床を進めばいい。いや、それ全部踏んでますよね。あれ、何か仕掛けが動く。墓型なジェミー。壁から矢が放たれて、ジェームズ・アークライト・レイムは命を落とした。式には宝石の道と書かれていたわ。ここはダイヤの床を進んでみましょう。いや、スライドアウトで消えないでジェミー。どうやら彼女は我々を罠にはめるつもりだったようですね。これがトレジャーハンターのやり方なのね。なんて汚い奴らなのかしら。まあ、霊夢先生といい勝負だと思いますけどね。次の部屋は自らの力が試される間だったわね。武器を使おうとすると消されてしまうそうです。危険ですが、ここは己の肉体のみで戦いましょう。まあ武器を使うよりハイリスクの方が強いし、そんなフィジカルモンスターが来るのは想定外だったようですね。リザードマンを倒したら、奥の石扉が開いたようね。リザードマンくん、ずっとここで待機していたんですね。奥に見える巨大な灰は、式に描かれていたものかしら。あの影が灰の間に現れる悪魔ですかね。よし、聖杯をひっくり返しましょう。いや、なんでだよ。この聖杯、重い。灰とても情けないやられ方になりましたね。部屋をよく調べると、棚に小さな小瓶が並べられていたわ。式には紫色の液体が書かれていましたね。その情報が正しければ、この赤い液体と混ぜ、何さらすんじゃー。まさかもう影が動き出すとは、赤い液体の瓶が割れてしまっては、もう聖杯を紫の液体で満たせませんよ。ここで私の、ノットトレジャーハンターとしての資質が試されるのね。赤い液体がなければ血液を使えばいいじゃない。まさか自分の血を塗料代わりにするとは、なんという神秘への探求心。いや、霊夢先生、どんだけ血液余ってるんですか。そして断末魔がバカでかい。
ついに最後の道が開かれたのね。確かこの先に、不死身の力を得る道具があるとか、古代マヤ文明が残した秘宝、その存在がついに明らかになるんですね。いやいしかねんじゃねえか、そりゃ不死身にだってなれますよ。だからアステカに近いマヤ文明にしたのね。ジェームズ・アークライト・レイムが謎の石仮面を手にした時、この遺跡の最後の仕掛けが動き出した。いや、発泡スチロールみたいなのが落ちてきたんだけど、質量を感じさせない崩落、これもマヤ文明の技術なのか。いや、床に埋まってますけどね。ジェームズ、大丈夫だった？4つの選択では心を選べは本当に罠を抜ける方法だと思ってたの。ごめんね。ごめんで済むか。むっちゃ早口だな、ジェミーさん。それはマヤの仮面、お願い、私に譲って。ちょ、すがすがしいほどズーズーしいんだけど、この人。君が欲しいというのなら、私は喜んでこの仮面を譲ろう。もう神秘への探求心とかないですよね。ありがとう、ジェームズ。さあ、洞窟から出よう。まあまあまあ、まずは洞窟から脱出することが先決よ。いや、むっちゃ歩いてますけどね。先生お得意のダッシュをしましょうよ。さあ、シュールな早歩き脱出が流れていますが、徐々にスピードを落としていくジェミー。お人よしのおバカさん。ついに正体を表したジェミーは、宝のためなら人の命をも奪う冷酷なトレジャーハンターだった。もう信じてあげないんだから。この仮面は古代文明の貴重な遺産だ。研究のためイギリスに持ち帰る。そうなの、わかったわ。言い忘れたが、この部屋では武器を持ってはいけないんだ。もし武器を持つと。持つとどうなるの？消されてしまうんだよ、持っている人物が。どうやら遅かったようだな。演技力の差が半端ない。いや、持つとどうなるのもとてもインパクトがありましたよ。さあ、あとは洞窟から脱出するだけね。しかしここは古代マヤ文明の遺跡、侵入者を逃さないトラップがジェームズ・アークライト・レイムに襲いかかる。はい、よく見る丸いわトラップ。まあ私が全力でかければ全く問題ないわ。その走り方でも速いんですよね。ご苦労だったな。さあ、マヤの仮面を渡してもらおうか。まさかここでカルミスがいるなんて。こうなったら最後の手段、私自身がマヤの仮面の力を使うわ。貴様。うわあ。私は人間をやめるぞ、カルミス。おい。マヤの仮面の力でカルミスたちを撃退するも、正気を失ってしまったジェームズ・アークライト・レイム。残念ながらこれもバッドエンドだ。仕方ないわ、仮面を渡しましょう。ジェームズ、これが何なのか知っているか？これは不死身になれる仮面な。俺は人間をやめるぞ、ジェームズ。しかしまずいわね、今のカルミス相手では。いや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 、もう錯乱しちゃってるじゃないの。はい、なんと水晶剣。弾丸も俺を殺すことはできない。味方を倒して勝ち誇っているカルミス君、残っているのはジェームズ・アークライト・レイムただ一人。ふ、さすが先生、何か考えがあるんですね。これは困ったわね。おい、この運動能力を見ろ、俺は無敵になったのだ。いや、もうちょっとビジュアル気にした方がいいと思うよ。今ナイフを投げても簡単に避けられてしまう。もっと近づき、確実に仕留められるチャンスを待つ。恐怖に怯え敗北を認めた男の目ではないな。何か策を練っているのか？弾丸などは今の俺はこの距離なら避けてしまえる。しかし貴様はどうか。俺はここから攻撃させてもらう。その用心深さにむっちゃ既視感あるんですが、不死身になると用心深くなるんですかね。死ね。どうやらいつもしているペンダントに弾が当たり死ななかったようだな。いや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 。さて、これからどうするか。気絶しているだけで息を吹き返すかもしれん。確実にとどめを刺しておくか。まるで親の仇のように狙われてますね。そこまで恨まれてないはずだけどな。ちゃんと崩れる足場を避けてきてるわね。
外簡単に倒せちゃいました。不死身はあの仮面が機能している時だけのようですね。カルミスは病院に送られ、私は割れた仮面をイギリスに持ち帰った。仮面の謎について詳しく研究されるだろう。さあ、次なる冒険が私を呼んでいる。いろいろツッコミどころが多かったなマヤの墳墓編。さて、今回はジェミーの裏切りに遭いましたが、初めから信じないパターンを見てみましょう。いや、慶応にパターンあるんかい。今度は私が相手だ。何どういうこと？あなたは何者？貴様に我が名を知る価値なし、ただ死ぬのみ。何急にホット風になったの？ちょっと待ってよ、私はトレジャーハンターのジェミー。この洞窟についての情報をあげるわ。だから命は助けて。問答無用。いやいや、その流れでお前やられるんかい。さあ、次は別ルートのアマゾネス編に行ってみましょう。昔のトレジャーハンターのミイラか。私はノットトレジャーハンター。すでに亡くなった者には等しく安らぎを祈るわ。この選択で進行ルートが決定するんですね。アマゾネスは女性だけの部族である。男性がいないのになぜ部族が成り立っているのか。その謎を解く手がかりに、フロー教授の伝説がある。捕虜の中では皆健康的な女性の身が選ばれ、秘術により洗脳された後、ある薬を飲まされる。するとその女性は歳を取らないからだ、不老長寿になるというのだ。しかし、いかに不老長寿といえども、死は免れない。カリア不慮の事故により部族の人数が減った時は、アマゾネスたちは村を襲い、捕虜を仲間にするのだ。この時、男性や若い娘以外の女性は、アマゾネスの存在を他に漏らされないように殺されるという。このようにして、アマゾネスの部族は誰にも知られることなく生きながらえているというのだ。マヤ遺跡では不死身の仮面がありましたが、今度はアマゾネスに伝わる不老長寿の秘密ですか。今回も一筋縄ではいかなそうですね。石の扉の先にはなんと外の景色が見えてきたわ。しかし入り口とはまた違った様子。ジェイムズ・アークライト・レイムは一体どこに出てしまったのか。おとなしくしなさい。レイム先生を待っていたのは、なんと美しき女戦士たち。いや、なんで狙ってる方向バラバラなのよ。彼女たちに思わず見とれてしまったレイム先生。気づけばアマゾネスたちに拘束されてしまった。私は神秘を探求するもの。なぜか木の檻に監禁されています。ここは洞窟の奥のはずだが、なぜ太陽があるのだろう。女性にしか出会わなかったということは、ここが伝説の今の態度、どうやら侵入者に興味があるようだな。私はジェームズ・アークライト、冒険をしている。入ってきて話を聞かせてくれないか。逃げようとしても無駄よ、私は戦士ですからね。君のような勇ましい女性から逃げられるはずがないだろう。先生口がうますぎます。もうただのナンパ野郎ですよ。それもそうね。はい、相手の方もちょろかった。逃げるよりまず彼女から情報を引き出しましょう。君の名前は？私はベネット。この村に名前はあるのかな？ここはアマゾネスの村。なんだって？アマゾネスの村よ。女性だけの部族のアマゾネスなのか？そうよ、ここは女性だけの村なの。だから男は珍しいの。10年ほど前に来た男はよく覚えてないけど、だんだん元気がなくなり死んでしまったわ。だから今は男はあなた一人よ。私、男をじっくり見たことがないの。私たちとは違ってるわ。そんなじっくりと見られても、まあ体というかスーツしか見えないが。おい、ちょっとベネット、もっとこの村について教えてくれないか。ええ、いいわよ。何をしておるんじゃ。すごいスピードで直立したな、ベネット。心配になって来てみたら扉を開けてしまっているとは。いくら珍しくてもお前だけのものではないのじゃぞ。申し訳ございません、長老様。アマゾネスにもお辞儀の文化があったの。どういうことだ。よくぞ洞窟の試練を越えてこの国に来られた。我が部族にはより強くなるためにより強い男の子孫を残す風習がある。そなたはその試練に合格したのじゃ。何？
そなたには子孫を残してもらえ。いや、誰か長老の手の長さを突っ込めよ。何ですか、あんた方は。どうやらカルミスたちもここにたどり着いたようね。ここに不老長寿の薬があるな。そういえばアマゾネスの宝は不老長寿だったな。そんなものはここにはない。そんなはずはないだろう。噂によると。あの噂は我らが流した嘘じゃ。あれは不老長寿を求めて侵入してきた男を捕らえるために意図的に流した噂で、本当は不老長寿の薬など。ではこの村の宝、アリハル剣をもらおうか。ちょ、動揺しすぎだろ長老。おとなしくしてもらおう、カルミス。ジェームズ、なぜお前がここに。教える必要ない。さあ、手下に武器を捨てさせろ。仕方がない。不老長寿の薬がない以上ここに用はない。引き上げるぞ。はい、安定の小走りで帰ってく黒服たち。なんとお礼を言えばいいやら。これからは自由にこの村を見てくだされ。ところで、村の宝アリハル剣とは。アリハル剣とは、生贄によりこの洞窟の世界に光の恵みを与えてくださる我らの神じゃ。アリハル剣は渡せん。ベネットから聞いた話によると、アリハル剣は長老の家にある神聖なる部屋に祀られ、生贄の儀式もそこで行われるらしい。そして実は不老長寿の薬は実在し、長老が隠れて一人で飲んでいるという噂もあるらしい。いや、長老むっちゃ置いてますけど。神は生贄を必要としておられる。いきなりのアップはやめて。神はベネットを選ばれた。あの長老怪しい。ベネットを助け出さなければ。長老は置いてなお、娘たちを生贄にして長命を得ているのか。私は長老の家に忍び込んだ。急がないとベネットの身が危ないわ。何の用だ。任せて、私にとっておきの作戦があるわ。トイレがどこか教えていただこうと思いまして。おい、世話のかかるやつだ、ついてこい。どうも。すまない。すまない。いや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 、大変だ。今の女性が急に倒れた。何、どうした。すまない。すまない。いや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 、それ許されるの少年漫画だけですよ。さあ、長老の部屋に向かいましょう。生き血を飲んで若返るのじゃ。どうやら不老長寿の薬とは生贄の女性の血のようだな。え、どこのホラーな話ですか。見られたからには生きて返さぬぞ。いや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 、そんな昔の特撮みたいな変身の仕方すんの。ふふ、私は見抜いていたわ、長老の姿が怪しいことを。まああれだけ異様に手が長ければ。長老の正体は雲のような異様の姿のようね。しかし私はノットトレジャーハンター。相手がどんな姿だろうと動じないわ。はい、いつものハイキック戦法ですね。もうベネットは余裕の感染モードですよ。さすがは長老、私のキックに耐えるとは。波の耐久力じゃないわね。まさか長老もムエタイバリのキックの使い手が来るのは予想外だったろう。どうにか近づこうとするも、その理不尽なキックの前に撃沈してしまった。これが神。これは人間が作り出した機械だ。神などではない。まさかこのゲームでそんな良いセリフ聞けるとは。このコンピュータがこの世界の昼と夜、気候を管理しているようだ。エネルギー源はアリハル剣と言われる宝石らしいが、実はアトランティスの伝説にあるオリハルコンではないかと思う。私はみんなに長老と生贄の儀式についての説明をした。アマゾネスたちはこの国の再出発を始めるという。生贄の儀式はなくなり、他の村との交流を持つようにするらしい。また会いたいわ。近くに来ることがあったら寄らせてもらうよ。アマゾネスルートがまさかの SF 展開になるとはな。いやー、ベネットさん、リサよりもよっぽどヒロインしてましたね。このルートでは何も持ち帰るものはないが、ノットトレジャーハンターとしては真っ当なグッドエンディングだな。そう、私は神秘を探求するもの。最後のルートを進みましょう。いやー、先生の走りっぷりはいつ見ても楽しいですね。今回はリザードマンを出現させずに進むわ。石の扉の奥にはおなじみのトレジャーハンターの遺体と、壁には謎の紙が貼り付けられていた。どうやらこの紙はナイフで壁に差し止められているようね。
この洞窟には実体のない魔物が住んでいる。魔物を起こしてはならない。実体のない魔物、リザードマンたちとは別に遺体がなくなってる。そして気づくのを教えよ。トレジャーハンターの遺体がなくなっていることと実体のない魔物とやらは関係しているのかしら。まあ悩んでも仕方がないわ。洞窟の奥に進みましょう。入り口に戻ってる。ついにリソースを使い回す仕掛けが来るとは。いやー、コスト削減は大事ですね。今回はすでに扉が開いているようね。お前は無限地獄の入り口に立った。誰だ、どこにいる。すぐそばに。私はこの洞窟の番人、財宝を狙う者を待つ者。私はこれからお前の命をいただき、しかし命を体から取り出すのは簡単なことではない。精神力が弱っていないと命を取り出すことはできないのだ。そこで私はこの洞窟を作った。無限につながる洞窟をね。どこまで行ってもキリのない洞窟を歩いているうちに、人は諦めの気持ちになる。絶望した心には隙ができる。私はその瞬間に命を体から切り離すのだ。どうやら貴様が魔物のようだな。姿を見せてもらおうか。それはできない。私の謎が解けない限り、この無限地獄からは脱出できない。お前には無理だ。手口を全部説明してくれたよ、洞窟の番人。いや、今まで寂しかったんでしょう。しかし私はノットトレジャーハンター。諦めない信念でこのトラップを突破して。全然抜けられないよこの洞窟。やはり奴の言う謎を解かないといけないようですね。4度目に穴を訪れると、そこには今までなかった紙が貼られていた。とうとう奴の方から根を上げたのかしら。はい、ロードが遅くてタイミング合ってない。無限地獄にようこそ。この紙切れの元で眠るのは、お前だ。無限に続く洞窟に精神をすり切らせ、ついに脱出を諦めてしまったジェームズ・アークライト・レイム。あのトレジャーハンターの遺体は、彼の未来の姿だったのかもしれない。皮肉にもこれが一番ストーリーとしてまとまってるわね。さあ、謎解きの時間よ。まずは今まで使わなかったナイフを装備しましょう。このゲームに装備機能なんてあったんですね。奴は私のそばにいると言ったわ。この洞窟で手に入れた紙こそが奴の正体だったわけですね。どうやら切り抜けたようだな。私は現れた黄金の小箱をイギリスに持ち帰った。また一つ古代文明の未知の部分が明らかになるだろう。さあ、次の冒険が私を呼んでいる。もうお腹いっぱいです。ノットトレジャーハンターには膨大なエンディング種類があり、いや、ほとんど差分ですけどね。全てのエンディングをコンプリートすることで特殊なエンディングが解放される。はい、なんと開発現場の実写映像。なんでこれをコンプ特典にしたのよ。はい、大人の事情で顔が映ってる部分はカットしましょう。全エンディング終了認定キャンペーンなるものもあり、おっと、それじゃあんたのキーワードを送るとプレゼントがもらえたみたいね。いや、半世紀ほど遅かったか。さて、ノットトレジャーハンターをプレイしたがどうだった。本当噂通りの出来でした。いや、声優さんには笑わせてもらったぜ。ザ・スナイパー同様に声優さんの力量だけでここまで面白くなるとはね。私も仲間に入れてくださいが聞けただけでプレイした価値があったな。さて、それでは皆様ご視聴ありがとうございます。本日はこのあたりで、またレトロゲームでお会いしましょう。またなー。
チャンネル登録、評価、コメントをいただけると嬉しいです。よろしくな。